今シーズンオフ、西武の正捕手、森友哉が FA 権行使して、オリックスへ移籍した。ルーキーイヤーから、バッティングなどで活躍し、2018年にはベスト9、最優秀バッテリー賞など獲得し、さらに、2019年には首位打者を獲得。現役捕手では打てるキャッチャーとも言える。そんな森友哉は、大阪出身で、オリックスジュニアチーム出身、リーグ連覇、日本一になり、地元球団でもあり、今回移籍したと思う。オリックスは、オフに伏見トライが FA で日本ハムに移籍したが、若月健や、二桁本塁打の頓宮裕真、日本ハムからトレードで加入した石川遼もいる、オリックスキャッチャー陣だが、果たして、FA でオリックスに加入した森友哉は、来シーズンどんな成績を出せるのかやってみます。こちらが、森友哉の能力。捕手の中では高い方。ミートとか肩は D 以上だと思うのだが、捕手の中では青能力が唯一、いっぱいある。ということで、森友哉をオリックスに入れてみる。おそらく、若月健也と併用に使うと思われるが、果たしてどんな成績を出せるのか、オーペナーで回してみる。122試合出場して、打率2割8分、ホームラン7本52打点。若月と併用して、全試合出場はならなかった。打率は2割台後半、2桁ホームランいかず、年間通して一軍にいることができた。おそらく若月健也と森友哉中心にシーズンに挑むと思うが、果たしてどちらが多く出場し、良い成績を出せるのか気になるね。ということで短い動画になりましたが、今回はこれで終わりにします。もしこの動画が良かったなと思ったら、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。